です。フラケです。今日はうちで生まれた帽子トカゲモドキのベビーたちの動画です。まあ、こちらがうちで生まれた、まあ、第1号テンガロンですね。4月14日生まれなので、まあ、約5ヶ月が経過しましたね。でこちらが5月2日に生まれたサファリです。で最後こちらがですね、5月の24日ですね、に生まれたワッチです。ワッチャンですね。ヨークサック未吸収で生まれてきた子です。まあ他の子はですね、無事いい里親さん見つかりまして、里親さんのところに行きました。でね、これからね、続々とね、タイミング合うタイミングでまたね、里親さんのところに行く子がいるのでですね、まあ、記録として撮っておこうかなということで、今回帽子トカゲモドキベビーのね動画を撮っています。で本当に個体差が出てきてですね、テンガロンなんかめっちゃピグメント細かい感じでこんな感じになってきてですね、色こそ似てるんですけど、もうサファリとはねだいぶ模様が違いますよね。サファリに比べるとテンガロンめっちゃ模様が細かくて綺麗ですよね。でワッチャンはですね、まだね多分これから同じようにねこういう色になってくるんだろうなとは思うんですけど、まだねベビーの時はこんな感じで黒っぽい色をしてるんで、この間も脱皮したばっかりなんですけど、まだねこんな感じの色ですね。はい、というわけでね、今日はちょっと餌やりをしていきたいと思います。まあ、そんぐらいしかねやることないので早速ねあげていきたいと思います。まあ、餌食いはねみんな良好でですね、順調に育ってきてくれてます。まずはじゃあテンガロンからあげていきましょう。食いつきが勢いが良くてですね、手がちょっと気づいてない。はいはい、こんな感じでね全身全霊で食いついていきますね。美味しいね。で一応基本的には毎日ね1匹ずつあげてます。はい、続きましてサファリにあげていきましょう。はい、サファリさんご飯。はいはい、サファリもいい食いつきですね。まあこうレオパとかともね違うこのなんていうんですかね、あとね染め分けなんかとはもう一線を画すというか染め分けはねずんぐりむっくりで可愛いんですけど、まあ、帽子とガキモドキはこんな感じでねシュッとしたタイプでまた違う可愛らしさがありますね。でね一番ねちょっと心配だったワッチャンもですねだいぶピンセット給仕に慣れてきてですね、でもしかしたらこれね目がね見えてないのかもしれないんですけど、でもね餌食いも良好でだいぶねちょっとむっちり感出てきたかななんて思ってるんですけど、どうでしょうか皆さん。ちょっと上げてみましょう。ワッチャンはちょっとね目が見えてないかもしれない、ちょっとコツがいるんですけど、うまいこと気づいてくれればいつも食べてくれるけど、いける？これちょっとでかかったね。でも行っちゃうかな。でもこんな感じで口元にね持ってってあげれば結構ね上手に食いついてくれるようになっているので、まあ、最初の頃ねほんとペロペロさせながら食べさせてた時をね思い返すとですね、だいぶ給仕は楽になりました。ちょっとねごめんね大変。大変だけど、これほんともう2サイズぐらいしてでもよかったね。いやでもワッチャンはねちょっと意外とね模様も結構ね変わっててですね、色の感じもなんかこの辺ツートンになってたりとかねしてですね、どんな感じになるのかねちょっと楽しみだったりとかするんですけど、まあ多分ねこちらのテンガロンはサファリのようにまた黄色くはなってくると思うんですけど、一応ねワッチャンのお父さんのサブローくんはね結構黒っぽい感じなので、まあどうなるかねちょっと楽しみにしてるんですけど、で他のベビーとはちょっとこの模様の感じ、このツートンの感じとかね、ワッチャンだけがこんな感じの色なので、まあ、
元気に育ってくれるのが何よりなんですけど、まあ色もねこんな感じになるのかなとね、成長楽しみにしています。はい、というわけでまっちゃんね、無事なんとか大きいかなと思ったけど食べてくれましたね。はい、というわけで今日はうちで生まれた帽子とかげもどきのベビーの成長記録ですね。まあ、みんな最後に生まれたわっちゃんもね、もう5月の24日生まれということで、もう3ヶ月以上ね経ったので、みんなね無事に成長してくれています。まあ、残念ながら、ね、生まれた中で1匹だけね、わっちゃんのクラッチメイトの子はねちょっと亡くなってしまったんですけど、それ以外はね、あの里親に行った子もですね順調に育ってるようなので、まあ特別ね何かなければこのままねうまく育ってくれるんじゃないかなと今のところ思っております。はい、というわけで今日は帽子とかげもどきの動画でした。それではまた、プラケでした。バイバイ。